ちゃ寝てた、やばい。今日なんかさ、稽古あると思ったらさ、今日休みでさ、セリフを覚えたりしてて、で一段落ついたら寝てた。眠かったのかな。実は疲れてたのかな。やばい、ちょっと待って。ね、ここ最近の疲れが溜まってたのかもしれない。こんばんは。こんばんは。ててんててん、こんばんは。まあね、今日寝すぎたんだけど 久しぶりにこんなにね、寝た。 そしたら体が軽い気がする。やっほー。たくさん寝られてよかった、本当に。本当よかった。やっほー。6日間休み、すげえ。ね、寝ちゃうよね、めっちゃ。なんでだろう。眠くて眠くて。自分の枕、あ、本当？
涼しくなってきた。ああ、シートさ、あれなのかな、こんばんは。めっちゃ眠い、まだやばい。何？捨てサブロー探すゲーム。捨てサブローってなんだっけ？捨てサブローゲームしたら目覚めるかな。寝すぎたら逆に。そうそうなのよ。しかも私ちょっと最近後悔するんだよね。やらなきゃいけないこと普通にあるからさ、あみたいな、あみたいな、やらかしたみたいな。いやん、なんかさ、私スクリューさんの歌をさストーリーに出してたらさ、シャルルさんがさ、なんかあのね、なんかストーリーでリアクションしてくれたんね。嬉しすぎてさ、めっちゃありがとうございますみたいな、遅くなったんですけどフォローありがとうございますみたいな送ったのね。そしたらなんか、いつかお会いできるの楽しみにしてますだって。それでお会いしましょうは調子乗りすぎでしょ、何もできないのに。シャルルさん、スクリューさんとかアルバムでフューチャリングしてる人たちとインスタライブするのか。スクリューさんと10月2日の10時、 OK 覚えた。トラン、楽しみマジで。こんばんは。忘れて配信してた。確かに。対面？
やばい、水が枯渇してる。もう実況配信してそうだな。マウロスさんたちが今日はそうじゃなかったっけって教えてくれて、あ、やばいやばいとか言って見て、やばいなんか話してるとか言ってさ、うん、今画面に13位から14位になりましたって出てきた。いや無理、コメントとか私そういうの意外とチキンなんだよ。知ってた。うん。乱入、え、絶対言えないよ。チキンだから。スキル歌にしてもらえるチャンス、え、無理だよそんなの。してもらわなくていいもん。え、私逆にさ、ファンでありたいからさ、なんかシャルルさんのことも情報知りたいからフォローしたけどさ、なんか気軽にさ曲とかいいなと思った時にあげたらさ、向こうはきっと優しいからさ、フォロー返してくれてさ、あの反応とかしてくれるかもしれないけどさ、絶対気使わせるしさ、 100% ファンでいたいの本当に。まあそれならリアアカでフォローすんなって話なんだけどね。なんかアカウント作れよって話なんだけど、うん、そうね。まあいいか。レンガ職人ね、ご縁ができて嬉しい。でもめっちゃ嬉しいよ、こうやってシャルルさんになんかと連絡と取れた世界線にいるのはね。レンガ職人はレンガ職人です。レンガ職人わかんない。なんかわかんないけどね。レンガ職人。
レンガ職人なんだよ。レンガ屋さん、好きなレンガはね、あの家、実家の家にあったやつです。昔は主婦だったよ。ちょ、転職したんだよ最近。弟子入り？ちょっと最近はな、あれなんですよ、弟子取ってないんですよね。親方って、だからね、さっきも言ったけどね、最近弟子取ってないのよ、うち。そう、うちは最近弟子取ってないのよ。ごめんね。新卒ならもっといいところに行って。お風呂入って出遅れてた。いいね、私もお風呂入りたい。入れよっていう。でも私、部屋の明るさに耐えれない。どうしよう。釜の掃除には募集してますが、それはしてるかもしれない。部屋の明るさに耐えられない。昼でも暗くしてる。遮光カーテンのせいで余計そうなってきた。真っ暗ではない。そんなん耐えられない。マジ明るくないと嫌なの。
スマホ見すぎて何してるのスマホで。19時とかに部屋暗く、私も今日さ一日家にいたんだけど、なんか休みだからさ、ちょっとなんかどっか行きたいなとか思ったけどさ、それはもうまだ行かないしなとか思って結局家にいたんですよ。まあめっちゃ寝ちゃったんだけどさ、結局ちょっと台本目で見ながら配信しよう。バイバイアンコー。ため息じゃないよ。覚えられそう。セリフはすぐ覚えれるんですよ、意外と。声変？嘘、なんでだろう。え、みんなも覚えれるよ絶対。みんなも頭いいもん絶対。頭の良さ関係あんのかな、よくわかんないけど。手島お姉様がツイートしてくれてる。バイト戻り頑張れ。まあ、あ、まあね、センスとか言うよね。コオロギ立ちこぎ、コオロギ立ちこぎめっちゃ好きなんだけど、コオロギ立ちこぎは本当に好き。
スズムシが虫もやばいね。コオロギ立ちこぎ大好きなの。間違えてリツイートしないよ。もう面白すぎて、コオロギ立ちこぎ。コオロギ立ちこぎがやばいよ、本当に。コオロギ立ちこぎ、やっぱピノのキャラメル食べたい。食べた？みんなも。めっちゃ美味しいから食べてください。カップアイス買っちゃう。いや、ピノは美味しいんだって。確かに少ないかもしれないけど、その分美味しさで、美味しさが詰まってるんです。うん、めっちゃ美味しいよ。つけたらぜひ買ってください。かじるバターアイス、あれ美味しいの？なんかよくさ見かけるんだけどさ、そのみんなストーリーとかであげてないよね。美味しいの？あれめっちゃカロリー高そう。え、聞いて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 、今日さ、なんかさつまいもね買ったのね、てかもらったのね、いっぱいさつまいもいっぱいもらって、その袋にで、どうしようって考えて、どう消費、ありがたいことをありがたく消費していこうと思って。で、私はオーブンがないからスイートポテティも食べれないし、スイートポテティも作れないし、どうしようかなって考えて、で、なんか、あ、そういや牛角のお札バター大好きじゃんと思って、そういや私は牛角のお札バター大好きじゃんと思って、なんかアルミホイルをこう丸めて細かく切っ、割と小さめ薄めに切ってからバターをたっぷり入れてちょっと砂糖を振って食べたのね。めっちゃうまかった。
なんでか分かんない。大声で視聴していく。そうね。でめっちゃ美味しかった、めっちゃ美味しかったで。バターチョコにキュンです。え、そんな商品あるの？現代だな。レンジまだ買ってない。レンジパンチ全然違うじゃん。レエーじゃん、パアーじゃん、全然ダメじゃん。レンジエンレンジケンシー、レンジケンシー。一回黙ろう。こんばんは。炊飯器で蒸す、え、いいね。でも今日のお札バター普通に良かったから、それで使わせてしていこうかな。イエーイ、さつまいもの天ぷら。あー、なるほどね。それならエビとかもいろいろ買ってきて。でもさつまいもの天ぷらいっぱい食べれんがよね。アイリ、まあ、アイリとか言っちゃった。いや本当に最近私って言うよけど、なんか不意にアイリって言ってしまう。なんでやろ。え、私ご飯のおかずならない派です。ご飯とお芋さん食べれる人いるの？ならない派、味付け次第でない。芋とご飯だけは無理よね、普通に。絶対無理よ。
一緒に炊いちゃえば、あー、さつまいものお味噌汁、それはお味噌汁のおかげやね。え、なるは、ほんと？すごっ。ポテトグラタンな、私もなりそうにないな。へえ、桜井翔さんと相葉さん結婚したんだ。誰としたの？一般女性。嵐と結婚する一般女性ってどんな方なんだろうね。そうね、大学時代の同級生で元テレビ局員。すごい、特定とかされてるよ。怖っ。ほっとけよ。へえ。10年。すごいね。10年間待ってか、そうだよね、そうだよね。10年ってすごいよ。いや、私いつか結婚発表する日来るのかね。来るんかな。でもなんか芸能には関係してたっぽい人たちだね。もう23で来年24です。でも私30歳ぐらいがいいな。ね、そうね、10年付き合って別れるってなったら女の人はね、大変だよな。沖
聞いて今日めっちゃ体重測って痩せてた。なんでだろう。 41.9 キロになってたんだけど。謎すぎん。振り幅すごいよね。寝てるだけで痩せたんだけど。でも足もすっきりしてた。なんか寝てた、寝たら痩せた。昨日顔ほっそりしてたよね。ずっと寝たいわほんまに。寝てるだけダイエットだよ私。ありそう。寝るだけダイエット。寝るだけダイエットしたら痩せた。確かに内容膨らませられない気がする。まず寝ます。それで次寝ます。え、電気代高っ。え、え、電気代高っ。9月分あ、冷房か。1万近い。8,996円。冷房か。エアコンつけてたかな。辛いんだけど。生きてるだけでこんないろいろ払わなきゃいけない。なんでみんなそれで生きていけられるの。すごくない。普通に疑問。そろそろ限界来そうなんだ。てか親ってすごいし。寮出ないでいいと思う。私も寮とか入りたい。出なきゃいけないのか。でもだいぶ溜まったでしょ寮のお金。寮に暮らしてたらお金が。
就職、あれ職場、ん、なんか企業説明会とかめっちゃ行ってたけど安かったもん、寮泊まると思う、ごめん思わないで、みんなそういうこと言って意外とね、絶対ね貯金あるんだよ、みんなねいっぱい使ってるからとか、家が借り上げ所得になって月5万円でめっちゃ安く、すごい、みんな何気ねえ、みんなね絶対ね貯金あるって思ってる、そう、いや貯金だ、貯金ってみんな、どういうこと？1000万とかから1000万とかから貯金って言ってるのか、逆の人が多いのは、そうなの？ 3 桁はあるけどそれは貯金に入らないとか、それとも3桁は3桁はあるけど別にそれは貯金貯まってるって言えないみたいな、それとも本当に2桁、どっちなんだろう。絶対みんな3桁のくらい貯金あるんでしょ。
残高が6桁でみんなありそう。6桁ってすごくない？6桁？1、10、100、1000万、10万、10万台か。え？ 6 桁？え？ 6 桁？3000万3億え？あ、1、10、100、1000万、10万。あ、なるほどね、これ私の2桁だったわ。6桁前なら10億分かった。石油をおる石油をおるんやけど。数え方が下手だったな。お腹すいたな。食パン？今日はね、お昼食べた。お昼は普通に食べたけど、夜寝てたから。それやめとこう、ほんとこの話はね。普通の話しよう。で、私も困ってるから、ほんとに普通に舞台ね、半年続けるから不安でしかない。
バイトはもう完全休業。そうでもね、10月前半は稽古ないから行く、バイトいっぱい行く。でもなんか業務内容覚えてるか分かんなくてめっちゃ不安なんだけど、それがめっちゃ不安で行くのが怖い。絶対覚えてないよ、絶対覚えてない。どうしよう、怖いよ。頑張る。最近行ってないから分かんないよ、本当に。ね、怖いよね。芸能の仕事はめちゃくちゃ理解してくださってます、本当に。優しいんですよ、本当に。だからいっぱい行ってちょっとでも貢献、何もできないような私ですが、ちょっと貢献したい、ちょっとでも貢献したいって思ってるんだけど、ね、新しいところも怖いよね。頑張ろう。人間生活大変。例えば君がそばにいてくじけそうになった時はなんじゃらららら、そばにいて支えてあげるよ、その方を世界中社会生活じゃなくて人間生活。社会生活はその仕事とかだけでしょ、税金とか。けど人間生活っていうのは人との関係や自分との気持ちの戦いや全てをね、全てを含めるんで、含むことができるんですよ。別に生きていくことに対してなんて言うんだろうな、かかっていく税金やら何やら生活費やらの話、ではないんです。
Hey, 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 hey. いろいろ try。 なんかさ、ずっと頑張ってるこの心をさ、折らしたらもう終わりだ気がするんだよね。わかんない？このさ、頑張らなきゃ頑張らなきゃって、すごい頑張らなきゃって思ってるじゃん。もうこの気持ちがポキって折れた時がどうなるか、その時はグレちまうぜ。いや、鬼の道だよな。極悪軌道。極悪軌道ブーン。極悪ロボット電源を切っています。電源を切っています。新規新規300メートル先に仲間だ。敵意はない。こっちに向かってくる。新一、つゆちゃんと呼んで。ずーちゃんと呼んで。新一仲間だ。300メートル先に。新一、精を出せ。
どんな声だっけ覚えてないわ。しんいち、あそこに敵がいるよ、気をつけてね、しんいち。でも殺意はないから大丈夫だよ。殺意はなさそうだから大丈夫だよ。しんちゃん安心して向かっていいよ。あ、殺意あったよ。攻撃できない。これはやられちゃうやつだよ。これは絶対にもう負けちゃったやつだよ。なんで殺意に気づかなかったんだろう。怖いな。だよ、マリーランドのママが言ってたわ。マリーランドのママが言ってたわ。マリーランドのママが言ってたわ。ルールール話す言葉はルールール。君と見るはずだった花火が夜の海にここわかんないんだよね。ツイッターは閉じた。棚の上に置いたカメラも今栗を置きたいくらい。僕は今日すべて失って一日中泣いてた。気づけなかった。今でも気持ちはじゃあ他には言わないけど、君のアルバムにいる僕は全部いらないでしょ。シャッターが落ちるみたいに君の切り取って恋に落ちて、壊したくなってもなにきっとやりそうしてた。だからさ、だからさ、映りの悪い
頑張り壊したくなくて不安にきっとやり過ごしてた。だからさ写りの悪い僕だったろう。スタッフなんかできなくなってきた。触れていればよかった。シャッターが落ちるみたいに君は切り取って恋に落ちて心の穴が前に全部そっと溜め込んでた。だからさだからさ仕草何を シャッターのにさ。でも私この曲初めて聴いた時そこしか頭に入ってこなかったよ本当にいい歌だね。チルだね。ものすごくチル。なんで次何の曲だろう。やばい、私が分かんない。私が分かんないんだけど、やばい、どうしよう。何の曲だろう。あれかちょっと体力が。でもやりますけどね。かっこ疲労バー。はあ、寝起きのおばば。つまれパーティー。みんな元気？
気ではない。マジ。え、なんでみんな元気に生きてるの？やばい、なんで元気に生きられるの？やばい。いや、ポジティブでいこう。生きてるだけで大儲けだよね。微妙。いや、から元気が一番大事よ。知ってた。週末に楽しいことがあったらそれな。ありがとう、みんなそうやって言ってくれるのが嬉しいよ。泣きちゃう、泣きちゃうってのに、ね、泣いちゃう。そう、から元気大事。私は超幸せ。いや本当に幸せなんだよ。こうやってね、なんかしょうもないシャッシャーとか言ってる時にね、あのみんながね一緒にシャッシャーとか言ってくれてね、なんかみんななんか私の舞台があったから生きてるとかさ、私の配信のおかげで生きてるとか言ってくれたりさ、もうなんか意味わからんぐらい幸せなのよ。本当に本当に、そう、意味わかんないし、幸せ。だから私が元気なかったらなんかみんなに逆に失礼だよね。それな。めっちゃ早口。気をしてごめん。メンヘラムーブが帰ってきた。いやでも普通に考えて幸せなことよ。本当にありがちょんまげ。偉い。そう、偉いねって褒めてくれる人もいるの。全然偉くないんだよね。なんかさ、なんかさ、なんか友達とかもさ、私が偉ってたらさ、なんか偉いじゃん、頑張ってるじゃんって言ってくれるけどさ、あのさ、結果に残してない時点で頑張ってないんだよね。いくら私が努力しようが、いくら練習しようが、結果になってない時点で頑張ってないんだよね、それは。私いなかったのは運だけだよって言ってくれるような優しい人もいるんだけど、主権さんが偉いって言ってくれた。優しい。いや、結果になってないから頑張ってないし偉くもない。だから頑張ります。
優しい処刑さん、よかったら毎日偉いって言いに来てください。めっちゃ嫌なお願い。偉い舞台え、めっちゃチケット増えてる、嬉しい、ありがとう。皆さん優しい。ライブ偉いに出てたもんね。だいぶ偉い偉い。まだまだノルマ達成はできてないけど、だいぶ変わった。よかったら、よかったさんも常連さんになってくださいね。メンヘラ、メンヘラ配信。みんなでさ、みんなで偉い偉いってさ、言いまくるライブやばくね。入金ありがとうございますね、本当に。自己啓発セミナーしようかな。周りのこと押してて偉い。アイリスも偉いでしょ。そう、私たちはみんな偉いんです。偉いんです、生きてるだけで。頑張ろう。なるほどね、池田エライザさんは名前が偉いから。売れてるんだ。エラリ、リッセンエラリ。エライリ、エライリは、リッセンエライリ。
して偉いぞ。それも偉いぞさんって、も偉いぞって言ってるもん。偉い。やば、アフリのラーメンの写真見るだけでお腹がやばい。食べたい。いないりん、いないぞ。見ちゃった。アフリのラーメンは食べられない。今食べられるわけじゃないんです。アフリめっちゃ美味しかったね。たまらぬ。ではファイナルさん、池田エライザさん大好きだな。塩食べ、ゆず塩食べた。一番定番ってやつ、そう。そう、あのキャッシュレスびっくりした。私もあ、キャッシュレスなんだと思って。何かファンと直接会える機会、いやまだ全然何も決まってないけど、舞台やらない分そういうのを増やせたらいいよね。私も現金いけると思ってめっちゃちょっとあたふたしちゃった。司会はやらないな多分。私はやらないと思うけど、ライブね、オリジナルソングいっぱい作って勝手にライブしようかな。
何人来てくれるか、30人がいるかな。カフェイベね、卒業後に愛理ちゃんファンとの交流増えてね、みんな仲良しだよね、めっちゃ嬉しいわ私ね。けどまあ別に交流しないっていう人も、なんて言うんだろう、小田勝は交流なしっていう派の人もいると思うから、双方の方が楽しめるようなイベントをね作りたいです。トークショーね、頑張ってオリジナル曲いっぱい作ろう。最近やっと後ろにくぐってお団子に作れるようになってきた。スケンさんこんにちは、よかったらフォローお願いします。初見さんこんにちは、初交流したの。初交流ちょっと BGM かけるわ。 BGM ね、これ密会してない仲良くなる必要もないんですよ。一人でもいいし、でも人見知りだから一人なんだったら本当はみんなと仲良くしたいってことだよね。私も人見知りです。はあ、稽古はちょっと緊張するな。大丈夫かな。
人見知りしかいないね。なんか私人見知りが出ちゃう人とさ出ない人めっちゃ差が激しいんだよね。何なんだろうあれは。宅の輪もーちゃんの MV 早く見たいな。最近まだだと思う。ポスター貼ってる？どこに？広島に？いや、ももちゃんほんと忙しいよ。もうゆっくり休んでほしいよ。私の睡眠時間分けてあげたい。東京の駅、あ、マジ？え、そうなんだ。すごいね。
か。東京テレポート、あ、あっちの方か。投資なんてもう燃やしませんよ。私は全てにおいて全てを諦めているから。イエイイエイ。イエイイエイ。イエイイエイ。偉い偉い、生きてるだけで偉い、私たち偉い。えらえらいわ私たち、とってもとってもえらい私たち。マジ？なんか私の配信はそういう効果もあったのね。バファリッセン、バファリッセンってめっちゃすごくない？ CM 使ってもらえないかな。え？すごくない？私フィーリング
効果だっけ、アルガかな、すげえ。肩こりと腰痛、約山ほどだからかな。なんでだろうね、すごくない？感すく？万病？万病に効く？つまり偉い、生きてるだけでみんなの頭痛を治せる。お、割と覚えたんじゃない？セリフ。覚えたのではないか。よし、いい感じ。覚えるの早いやろ。あとはダンスと歌を覚えて明日を迎えよう。
でも歌も結構ずっと聴いてたからな。歌詞を頑張って音楽は覚えたはず。配信から2時間。おうおうって。ダンスもね、軽くある。軽くね。小学生役らしい。ツインテールなんじゃないかな多分。ダンスレッスンを今度覚えていく。動画送られてきたから。小学生って役最初聞いた時え、マジかと思った。マジか。いやでもなんかセリフの内容とかも小学生にしてはめっちゃマセチューで、小学生絶対こんなこと言えんのっていうセリフばっかりやけど。見た目は子供、頭脳は大人。小学16年絶対そうだよ。絶対そういうやつじゃないと。小学生時代の画像めっちゃおもろくない？私の全身ピンクのやつ。めっちゃおもろいよね。じゃあ明日稽古頑張ってきます。岸野さんも声優だったことを私は千秋楽あたりに知ったよ。だから 声優さん多いのかって、そこでやっと納得した。知らなかったからねそれまで。13位田沢さんありがとう。12位幻さんありがとう。あれ13位田沢さんありがとう。12位幻さんありがとう。11位キムジーさんありがとう。10位ヒデ君とペロペロルさんありがとう。9位ファイナルアッテフさんありがとう。8位あれ8位海さんありがとう。7位タロイモさんありがとう。6位韓国ペンギンとエミリーさん、ゆかさん、レンジェルズさんありがとう。5位ツツさんありがとう。4位 BPM188 さんありがとう。3位ライディセンさんありがとう。2位ヒンヤンさんありがとう。
ち、林おちょちょごさん、ありがとうございました。それでは皆さん、バイチャー、何バイチャーで、バイビー、おやすみなさい。稽古頑張ってきます。明日頑張ってくるね。おやすみなさい。おやすみなさい。